菊池市の江頭稔市長は、菊陽町周辺で半導体関連企業の集積が進んでいることから、無秩序な開発を防ぐため、農地や工業農地など用途別に地域を区分すると昨日発表しました。これに伴い、工業団地周辺や国道325号沿いなどを工場や商業施設が進出できる地域に設定し、局市小学校周辺などを宅地地域としました。市は事務手続きやインフラ整備などを支援するということで、農業とのバランスを考慮しながら企業進出につなげたいとしています。